こんにちは、ニケイです。今日は韓国でももはや主力級に人気な料理食べていきます。学校帰りに食べる料理としてもどんどん流行っていて、女性中心で人気だったけど今じゃ全世代から愛されている料理。韓国の方が食べる人気な料理を知りたいっていう方はぜひ参考にしてみてね。また動画の最後にお店の総評結果を正直に述べていくので、そちらもぜひお楽しみに。そしていいねとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではカジャー。ということで今回行くのはソンスにあるメオンヒャンソマランタンっていうところ。ソンスはトンデムンとカンナムに挟まれてるような位置にある場所。ここで食べていくのがマラタンです。韓国でも今じゃ主力級に人気の香辛料を効いた中華料理です。ってことで早速入店。マラタン食べれるお店ってちょっと特殊で、自分で具材を選んでそれを渡してマラタンを注文するシステムになっています。メニューにもマラタンは8000ウォン、約800円と記載があって、その他にもクリームのエビチリだったり辛いエビチリだったりあって、そしてカーバロー、人気の中華料理の一つですね、があります。ここにいろいろ具材が入っていて、この中に自分で好きなものを取っていきます。だいたい野菜とかわかめとか取っていけばいいんだけど、これを取って計量器に乗せて渡します。じゃじゃーん、マラタン来ました。石鍋に入っているのがここのマラタンの特徴なのかな。真っ赤なスープなんだけど、ところどころごまだれが見えてて、具材はニラ玉に春雨っぽいチョルミョンだったり、もやしにタンメン。これで8000ウォン、約800円の値段です。また豚ロースを衣で揚げたカーバロー、先ほども言った人気料理を注文してるんだけど、一旦待機します。ちょっとまだなかなか来なさそうなんで。食べ方も特になくて、そのまま麺食べればいいです。またマラタンはスープが飛びやすいと思うから、壁にエプロンがかかってるのでそれ取りましょう。そして僕のマラタン、実は店員さんがお任せでしてくれました。理由が聞き取れなかったんですけど、僕が多分マラタンをパパッと取りに行かず、メニュー表を見たり店内ちょこちょこって見たりしてたせいで、マラタンこれで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 いいみたいな感じに作ってくれたんだと思います。あとお客さんもオープンしてすぐに入って、お客さん0人だったんですよね。だから時間も余裕があったから作ってくれたのかなって。ちょっと謎だったんですけど、僕はおとなしくそれを作ってくれたやつを食べてて、結果満足してます。味がですね、山椒が効いているから舌がヒリヒリする感じのスープになっています。それが美味しいです。僕は好きです。スープは大雑把に言うと担々麺が一番近いんじゃないかなっていう味わい。赤くて辛く見えるんだけど、辛さはなくて、ごまだれが入っているから、すごくマイルドな味になっています。そこにヒリヒリと山椒がアクセントとして効いている、そんなスープです。また麺は細麺で、ツルツルっとした麺になっています。全体的に量はそこそこあるし、いい感じでお腹いっぱいになりました。そんな美味しいマラタンなんだけど、ここでまだカバロが来てなくて、営業開始と同時に行ったからスタッフのご飯を作ってたんですよね、キッチンの方々。だから優先順位ちょっと下げられてたと思います。ただ店員さんはキッチンにカバロはって言ってくれてたから、ちょっとは気にしてくれてたと思うんだけど、後から来たお客さんがいて、その方々のカバロは5分10分とかで出てましたね。僕は20分ぐらい待ちました。マラタンと一緒に食べたかったので、実はわざとゆっくり食べてるんだけど、マラタンも麺です。ゆっくり放置しすぎてたらビュンビュンに麺が伸びちゃうので、適度な速度で食べなくちゃいけなくて、なので葛藤しながら食べてました。とかやってるうちにじゃじゃーん、カバロ登場です。マラタンの量は全然ありません。たまにこういうことあるので、そういう時はもう仕方ないと思ってください。そんなカバローなんだけど、豚ロースに衣をつけた揚げ物です。そこに酢豚のタレっぽいのをかけてるっていうのがカバローの特徴。フルーティーなタレの味わいがして、しかも食感もサクサクっとしてるから、カバローはハマること間違いないと思います。日本の中華料理屋さんにもあって、食べたことあるっていう人はもちろんいると思いますので、まあ、その方々はカバローの美味しさ多分知ってると思うので、マラタンともぜひ一緒に食べてみてください。ちなみにこのカバローは一番小さい小サイズ、小サイズで 13,000 ウォン、約1300円です。これでも結構量はあるので、2人で1つぐらいがいいかなって思います。
またお店に関してなんだけど、先ほども言った通り、僕はなぜか店員さんがやってくれたんですよね。セルフで撮るところ。多分外国人って分かったからやってくれたのかなって思ったんだけど、なぜかっていうと、ここ、建国大学っていう場所が近くて、飲食店固まってるとこで、外国人もかなり多くいる場所です。歩いてたら外国人の方々、普通にちらほら見かけると思います。ここの店員さんも中国の方だったから、まあ中華料理屋さんだから中国の方店員さんっていうのは結構よくあるあるなんだけど、お客さんも若い子はもちろん、おっちゃん方々も来てました。常連みたいな感じで店員さんと話してたから、やっぱりマラタンってもう、ジャジャン麺とか、ちゃんぽんとかと同じぐらい、韓国で定番な中華の料理の一つになってるのかなって思った。そんなメオンヒャンソンマラタンのおすすめポイント、今回は3つ説明していきます。まず1つ目が、辛みがなくて食べやすいっていうところ。マラタン真っ赤っかで辛いのかなって思うかもしれないけど、ごまだれとか入っていてマイルドになっているので、すごく美味しいです。続いて2つ目のポイントは、量も申し分ないっていうところ。だいぶボリューミーだからコスパいいなって思った。そして最後に3つ目のポイントは、エリアとしてはまだ行きやすいなって思ったところ。正確には孫子駅の隣の駅が最寄り駅なんだけど、孫子で観光してたら歩いてでも行けるかなって思った。実際僕も孫子駅で降りたので、そこから歩いて行きました。ということで、今回も味、コスパ、接客、清潔感を星5段階で述べていきます。では発表すると、味、5、コスパ、4、接客、3、清潔感、4、総評結果は、ゆき。機会あればまた行きたいなって思えるお店でした。今回はしっかりシステム説明できてなかったから、また近々旅行でもすごく行きやすい、韓国初心者の方でも安心できるようなマラタンのお店あれば紹介しますね。チャームゴッスミだー。ということで今回は孫子にあるメオンヒャンソンマラタンのご紹介でした。先ほども言った通り、最寄り駅は孫子の1個隣の県内入り口駅になります。本当はジャジャン麺を食べに来たんですよ。ただ、ちょうど夏休み入りますって、張り紙あって、閉まってました。なので今回マラタンを食べに来たんだけど、結果マラタンも美味しかったし、良きかなって。ただ、ジャジャン麺、最近全然食べれてなくて、無性に食べたくなったので、近々紹介します。期待していてください。行こうと思っていた孫子のジャジャン麺も、またリベンジするので、お楽しみにです。それではご視聴誠にありがとうございました。お店の詳細情報は概要欄に書いてあるので、ぜひチェックしてね。行ってほしいお店、食べてほしいものなどがあればコメント欄にどうぞ。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アニョーン。